エーテポンゲです。ドラゴンクエスト8縛り実況をやっていきましょう。いやー、間空いちゃったね。申し訳ない。非常に申し訳ない。更新が途絶えていました。まあなぜならというか、まあ、わけがありまして。まあ、単純に仕事が、8連勤という、8連勤というね、恐ろしい状況にありまして、朝から出て行って、で、ちょっと遠くて、現場が、やっていきましょう。はい。ね、あんまりね、詳しく言うとね、特定最初どこまでやったっけな、もう忘れちゃったよ。久しぶりすぎて忘れてしまいました。バトルロードクリアしたとこまでだったよね。そうだよね。で、今ちょっと外がさ、なんか変な機械っていうか、すごいなんかエンジン音がすごいんだけど、多分マイク拾っちゃってるかもしれない。なんだろう、草でも飼ってんのかな。で、とりあえずバトルロード制覇したので、ザンマ島ね、ヤンガスのザンマ島を手に入れたと。で、次は、そうだ、東に行くって言ってたっけ？東ゴルドーじゃなくて、東ゴルドーはハンターハンターか？ん？いや、もううるせえな、外。外うるせえ、今日。ちょ、マップ見よう。真ん中の上ね。真ん中の、地図上で言うと真ん中の、一番上の島に行こう。で、どっから飛べばいいのかな、あれ。船だよね、とりあえず。ってことは、まあ、メダル王のところから船で行くか。あの、青い点、どこだったっけな、青い点の場所。あれ、どこ？これ、マップをさ、なんか FF とかだったらさ、なんか、マップにカーソル合わせるってさ、なんか地名出るみたいなのあるけど、この8はないから、いまいち場所がわかんないんだよね。あれ、ちょっと思い出せ。マップの地形で思い出そう。海辺の境界は、海辺の境界は左だし。わかったかも。わかった。山小屋の教会だ。お城、トロデン城だ。トロデン城と、トロデン城から海行けたっけ？まあ、一回飛んでみるか。トロデン、これ、山小屋。こっから、マップ。違う。あそこマップ、あそこ、ルーラーできんかったっけ？左上ね。今、現在地からいる左上の青い点ね。できなかったっけ？トロデン城、メダル。なあ、無理か。無理だ。
今ここ荒野の山小屋だが、もうトロデン城、いやもう小さなメダルのメダル王城の城から行こう、うん、で今日はね休みなので、うん、もう今日一気にねため撮りするよ、うん、あと4時間か5時間はね、あの普通に実況やろうと今日はね思っていますので、どこまで進めるかな。歴史ぐらいまで行きたい。歴史ぐらい。こっからまず逆向いて、こっち向いて、オッケー、行ける。よし。あっちだ。これ行けたっけ？船って行けたんだっけ？なんか、あそこ空飛ばなきゃいけなかったような気がしないでもないんだけど。それはまた別のとこか。ちょっとヤンガスの攻撃が見たいんだけれども。ザンマ島のヤンガス、見せてくれよ。なんか落とした。盗賊の腰身の、いいね、幸先いいね。あ、全然幸先良くなかった。あれだね。あ、そうだんで、あ、どうしようかな。ヘルクラッシャー行こうかな、先。あの、もう捕まえられるらしいので、うん。ヘルクラッシャー。ほら、やっぱ降りれんくない？ここだよね。降りれんのかな？しびれクラゲヘルコンドル。で、あ、そうだ、コメントちょっとさ、コメント見とこう。最近コメント返信もさ、ちょっと、おろそかになってるから。ちょい待ちね、ちょい待ち。一番最新の、パート、83。ね。あの、サムネイルが、サムネがさ、あの、魔王エテポンゲ、うん。書いてもらったやつね、これ。みんな、サムネ、わらわら、みたいな。サムネ素晴らしい。ヤンガスは釜の、ちょっと待って、進もう。進みながら読んでいこう。降りれるかな？あ、降りれるじゃん！いいじゃん。ドランゴ最後の方まで捨て上がるんで強いですよ。逃がしちゃったっけ？ドランゴ逃がしたくない？マッツンとか逃がせばよかったかな、あのブリザードの。怪しい影。で、あと、リーはサザンピークの、南西にいると思いますよ。クリストはドニーの町のマップに緑で埋まっているところだと。クリストは夜です。長文失礼しました。はい、ありがとうございます。うん、うわ、呪われてる。まあ、敵はそんなに。おわ、よいしょ、いいね、ヤンガス。いい武器持ってんね。バウムレン使おう。まあ、とりあえずね、ここの、法王さん。うん、会いに行こうか。で、それやってから、バトルロードじゃなくて、ヘルクラッシャーを捕らえに行きます。魔王の使いね。ヘルクラッシャーはさ、本当に強いからね、ドラゴンクエストスーパーライトでもね、
今、バイキルト覚えさせたんだけど、もう化けたからね。うん。バイキルトを覚えさすことによってね、役立たずからね、レギュラーにね、レベルアップしました。はい。ヘルクラッシャー。おすすめは、ハルク・リー・クリスト。うんうんうん。ハルク・リー・クリスト。そう、回復しないわら。嫌われてる。ほんと、ベホップが回復しようなんからね。ほんとに。あいつほんとに、回復舐めてるからね。ほんと、ベホップから回復取ったら、何が残るんですかっていう話だからね。本当に。あれはほんと、おこだったわ、相手も。着いたね。近かったね。なんか左の奥とさ、右の奥なんかありそうだよね。なんかあるよね。左奥、一回入ったらもう出てくるの嫌だ。引きこもり体質だから。行ってみようか。多分宝箱かなんか落ちてるだけだとは思うんだけど、万が一さ、なんか、その、仲間モンス的な、やつがいたら、悔しいじゃない？なんかいそうだしさ。どこ行って。打っていこう。もう街あるし。呪いの霧。ああ、呪われた。敵自体はほんと大したことないね。余裕だ。あとは、キラーマシン強いな。ザンマとゲッチョ。サムネかっこいいですね。数々の実況者に見られた実況を存分にご覧ください。千人まで継続中。はっ切実、かっこゲーム実況者っていう人が。倍名すいませんってコメントくれてるんで。どんどん倍名していこう。どんどん売名していこう。ちょっと見よう。マイクラやってある、マイクラ。はい、行きましょう。なんかおるかな。あ、おら、宝箱は。帰ろうか。うん。帰ろう。入ってから、ね、探索行けばルーラですぐに帰れるっていう非常に効率のいい、プレイングだったのに、こうやって徒歩で帰ることになるという非常に残念な感じになっております。ちゅね、マヒャド強っ。マヒャド強っ。攻撃せよ、攻撃。なんでメラ。で、そう、今さ、また新しくさ、なんか、星のドラゴンクエストっていうの？アプリでね、また、スクエアエニックスのアプリ、ドラゴンクエストシリーズ。あ、毒。入ろう。
がね、最近またリリースされたので、ちょっとやってるんだけど、なかなか面白いよ。うん。本当はね、実況撮りたかったんだけど、結局、アプリは、S アプリの実況も撮れなくなっちゃったから、今、合間合間にさ、休憩中とかにやってる。倒れそうな大岩の上、下界を見下ろす美しい館を。あれこそが法皇様のお住まい。はい。キャプテンクローは光の海図っていうすんげえ地図を持っていたらしいぜ。なんでもその光の海図があれば普通の船じゃたどり着けないすんげえ島に行けるらしい。これはね、これはね、すごい予情報だよ、これ。アジトだ。入り口に鍵がかかってて、奥には入れなかったが、すんげえ宝があるんだろうな。この、脳筋役立たず、ドラゴンクエストシリーズ史上、最も役立たずな、この、変なマスクのやつは、予情報くれたね。ちょ、何言ってるか見ましょうか。うわぁ。あ、けど、備えか。うん。備えだね。そこまで。これ欲しいなぁ。これ欲しいなぁ。道具屋と、防具屋。わあ、魔法の方位。呪文のダメージを3分の2に減らす魔法の服。欲しい。ここ宿や？宿やな。寝とこ。うん。ってことはもう次はさ、あれかな、キャプテンクローかな。メディばあちゃんにね、最後の鍵もらったし。やだって。夢の中でって泣いてるところはいないの美しいね。亡くなったメディおばあちゃんの思い出しや、気持ちが嬉しくなって、落ち込んでないのじゃ、夢の中で夢の中で、一等賞。こいつ出たがりだよね、なかなか。やたら出てくる。宿とんのやめようかな。反対側も一応行ってみるか。座っとるで。聖地ゴルロへと出発する前に旅の無事をお祈りしているのです。北の王国に住んで、悪魔の使いが人を殺めたと噂で聞きました。神の裁きが悪魔のもとに下され、王国に住む人々に心の平安が訪れますよ。これドルマゲスのことかな？王国に住む。記念メダル。いらん。して。法皇様のお力でどんな、風にも負けずに立ってるのさ。まったく法皇様ってのはすごいお方だよ。この前の月、新月の夜、黒い翼を持った獣の影が、大聖堂の周りを飛んでたの。すぐにどこかへいなくなっちゃったけど怖かった。グス。レオパルドかね。なんか、その、結界的なやつで入れなかったのかな。サベラ大聖堂。大聖堂の扉はいつでも開かれておる。怪しいものではない。通ってよし。
とてつもなく恐ろしいことが起きる。打ち消しても打ち消しても予感がするのです。いくら俺どもかき消せぬ予感が。なかなか凄腕のシスターだね。まあ行こうか、会いに行こう、法王さんに。